はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分と面積丸6をお送りします。で、前回二次関数と接線のね問題やったんですけど、今回三次関数ですと接線だね。で、1問のみとなっておりますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、厳しいと思う方は今からね自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ今回ね、前回と違って三次関数なんだけど、基本的な方針は同じです。まず接線を出しに行きます。で、図を書いてみて、どっからどこまでのインテグラルをやればいいのってのが分かれば、あと計算するだけだからね。で、本当は公式があるんです、今回も。前回みたいに。ただ、普通のちゃんとしたやり方もちゃんと身につけた上で公式を覚えてほしいので、まず一回普通に計算します。なんでもよかったらね、お付き合いください。じゃあ、まず接線求めたいので、こいつまた fx って置いていきましょう。fx イコール、x3 乗プラス、2x2 乗マイナス 3x と置くと。で、微分すると f'x3x2 乗プラス 4x マイナス3より接線はまず y から y 座標を引くので引く6イコールマイナス2ね、 x マイナス2だから、それを入れると。で、入れると、12-8-3 だから、1か。で、1なんで書かなくていいね。1、カッコ、カッコもいらないか。そうすると、x 座標引くから、プラス2と。なので、接線は、こうなります。これが接線の方程式。で、こいつと、これを含めた図をね、書いていきたいんですけど、グラフか、書くんですけど、これね、ちょっと好みというか、教え方が分かれるところで、自分がね、今まで知り合いの先生とかの中では、三次関数の時、ちゃんと造形表を書かせる先生いるんだよ。書いて、きっちりグラフを書く。極地もどこのどこで取るみたいな感じで書かせる人もいるんですけど、自分いつも言うように、時間効率が大切で、早く終わしたいのね。で、必要ないものはカットしたいっていうタイプなので、自分書かせないです、造形表。ただし、x 切片、つまり x 軸とどこでぶつかんのっていうのだけは必ずきっちり書きます。だから、それだけを求めたいので、ちょっとグラフいこうか。で、こうなって、ちょっと下があれだったな。もうちょっといこうか。ここがね、1でプラスなので、まあ、こういうふうになるだろうと、きっと。で、その時にはどこでぶつかるかが欲しいから、結局、x 軸と、どこでぶつかるっていうのは y に0を入れればいいと。で、0を入れて解いていくと、これだね。3乗プラス 2x2 乗マイナス 3x イコール0でしょ。で、まず x くくり出せばいいから、くくり出して、括弧の中に残ったものがこうやって因数分解できるんだよね、きれいに。で、できるから、x 括弧、プラス3。とマイナス1か。つまり x は0とマイナス3と1なんだよね。で、一応まあ負の方から並べていくと、マイナス3と0と1と、その3箇所でぶつかるよって。マイナス3でしょ、0でしょ、1っていう感じでね。で、まあこれはねきっちり書けないですけど、そこだけ押さえればいいので、じゃあマイナス3でしょ、0、1か。まあちょっとね、きっちりは書けないですけど、こう来て、まあこんな感じかなと。ね、まあ x 切片だけしっかり押さえてさ。で、あとは接線書きます。で、接線、右にね、こう右上がりなんですけど、マイナス2の6が接点になってるので、まあ多分こう、ちょっとこれ盛り上がりすぎたな。まあこの辺にしとこうか。ちょっとわかんないよ、厳密にはね。わかんないですけど、ちょっとぶつかんなかった。まあ、こんな感じにしておきましょう。で、ここマイナス2ね、ここ。となってる。で、結局は、この接線と、この三次関数で囲まれたところの面積が S でしょ。で、どこかっていうと、また変な形してるけどね。ここなんだよね。接線と三次関数で囲まれたところだから。ってことは、結局、
マイナス2から、あとここが欲しいね。ここまでの上がもう接線、下が3次関数だから、それのインテグラル一発でも終わるんだよね。もう前回見たら分けなくていいという。そうそうそう。だから、まずここが欲しい。で、ここっていうのは結局この接線と3次関数の交点でしょ。だから交点だから連立方程式で解けばいいので、で一応途中式を意識して書くと、y イコール、3次関数の方だね。2x2 乗 3x と、y イコール8の、まあ共有点、交点、まあ共有点でいこうかな。交点でもいいと思うけどね。点の、で、y 座標いらないので、共有点のこっち、いこうかな。x 座標は、で、連立なんで、まあ、右辺をね、両方まず並べればいいので、2x2 乗マイナス 3x イコールプラス8と下入るかな。あ、まだいけんね。で、全部左辺に持ってきます。と、プラス 2x2 乗マイナス 4x8 イコール0と。で、これ因数分解したいんだよね。で、これ因数分解するのは、もう前にね、やった計算を使います。で、これ、2を入れる、2だよね。2入れると、0になるよね。2で0になるので、これ懐かしいやつね。2で0になると。あ、2じゃない。2で0になるから2書いちゃダメだ。なるから、マイナス2を立てて、ここの係数並べるんだよね。1、2、マイナス4、マイナス8って。1、2、マイナス4、マイナス8。まず普通に1下ろします。これとかけます。足します。立てる。で、かけるとまた0、足します、かけると8、足します、0と。で、ここの係数、x2 乗プラス 0x マイナス4、あまり0なんだよね。つまり、これを因数分解すると、こうなる。まず x、これマイナス2が立ってるので、x マイナス2が書くと。で、もう一個ここからさっき言ったように、x2 乗プラス 0x は書かないよ。マイナス4。イコール0と。これが因数分解した後です。これも昔の単元ね、すごい。今日懐かしいのね、ぶっこみましたけど。で、これ、右側の括弧が、これ2乗引く2乗になってるんで、x プラス2と x マイナス2になるんだよ。で、x マイナス2が結局2個あるから、今回。x マイナス2の2乗と、x プラス2イコール0となります。これが完了ね、因数分解。で、こっから出てくる答えは、ここ2乗になってますけど、まあ2とマイナス2が出てくるから、x は、まあ一応、プラスマイナスじゃなくていいか。こうなる。だから何が分かったかっていうと、この2つの共有点、交点の x 座標は2とマイナス2なの。で、マイナス2はもう分かってるから、つまりこっちが2ってことが分かりましたと。はい、もうね、お膳立てが長かったですけど、ね、ちょっとね、ここね、ごめん、使うから消すよ。で、あとはインテグラルで勝負で終わりと。S イコールインテグラル。今回、下にあるもの別に変わらないので、マイナス2から2までの接線。こっちね。引くこっちになります。これ引くこれね。これが下にあるから。で、ちょっと暗算しちゃいます、そこは。引くとこっちがマイナスがくっつくから、3乗マイナス2、x2 乗。で、これ引く、これ引くこれだから、プラス 4x か。で、プラス8の dx と。これが求めたい面積になります。さあ、いきますか。で、マイナス4分の 1x4 乗。おお、分数2つ。x3 乗プラス 2x2 乗の 8x。マイナス2の2。で、まず2からいくか。ちょっとちっちゃく書こうかね。2入れると、マイナス4。マイナス3分の16か。16、8足す16。引くことの、マイナス4。こう変わるのか。3分の16。
待ってね。プラス8でマイナス16か。これ入ったか右側。あ、ギリ入ってんね。でもって、これあるか。いけるね。ちょっと全部変えちゃおうかね。プラスプラス、マイナス、マイナスプラス。で、まとめてもいいんだけど、どうせ消えるから、消えるもん消しちゃうか。ここも消えるよね。で、残るのが、マイナス3分の32ね。こことここ。で、16足すでプラス32。で、3分ので通分すると、3分の96。だから、3分の96と32引けばいいから、64。これで、終了となります。投げ。っていう感じですね。まあでも基本的な方針は同じ。接線出すでしょ。で、いくつからいくつまでが分かりたいから、共有点出さなきゃいけないと。で、出して、あとはインテグラルで解けばいいね。上から上にあるもの引く下にあるもの。で、勝負できるからね。で、最後、公式いきましょう。で、これはですね、前回もさ、A って出てきましたけど、これ、A がまあ正の時、つまりここがね、正の時なんだけど、その面積、ここね、この部分の、こういう状態のこの面積なんだけど、ここが12分の A です。かっこ、ベータマイナスアルファの4乗と。そう、前回間違って4乗って一回書いちゃったんですけど、こっちが4乗なんだよね。で、あっちは3乗なんですけど。これで出せます。で、A っていうのは前回と同じで、この X ある、一番でかいね、次数のところの係数です。ここの1今。で、ベータとアルファは2とマイナス2ね。ここからここまでっていう。で、これでやってみると、まあ1だからここはいいんだけど、2マイナス2だから4になるでしょ。で、4の4乗なんだよ。で、ちょっとめんどくさいんだが、4の4乗。これ、ちょっと待ってね。どこでかける？ここでか、まあ消せばいいか。で、12分の1かける、あえて計算しないっていうね。4の4乗、あ、入ってないから、じゃあ、4の4乗を16かける16にするね。4回だからね。で、ここ約分すると、4であれば3と4でしょ。でも約分できないんで、3分の4かける16は64つってできるじゃんみたいなね。っていうこともあるんですけど。ただ前回も言ったように、個人的な思いだよ。個人的な思いは、これが自力でできるようになってからの公式だと思う。俺はね。そう、もちろんこれでやったら楽じゃんっていう話なんだけど、ちゃんと工程求めてっていう、そこがね、しっかり、ね、身につけてほしいので、ぜひね、こっちの計算を、ね、できるようになった上で、あ、こういう公式もあるんだよねぐらいで覚えてもらえたらと思います。では今回は高校数学数2の定積分と面積丸6をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回の丸7で、これ終了です。で、このタイトルというか、数2が終了になります。一応予定ではね、また、後々ね、いろいろ足していくかもしれないんですが、ひとまず、次回が数2のラストとなりますので、もしよかったら、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。